うちのチームはですね、やっぱりまず、やっぱ団体とか、追走とか、やっぱ常に周りから見られるような走りを目指して走ってると思うんですけども、昔はやっぱり大会大会、団体団体っていう風だったんですけども、もちろん今でももちろんそういう、意思は一緒なんですけども、世代交代をして今若い人たちがどん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 車をぶっ壊しながら走ってます。基本的にはみんな団体とか追走とかを常にやってます。危ないです。ですけど、それが楽しいです。